だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。いやそれよりも動くな。あ、聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ、仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろ、なんとかいう犯罪組織だろ。ああ、それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ？ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。どう、ん、容赦は無用だな。戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが。
それとも何か、彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちにはわからないだろうが、ここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。受けてみろ。お楽しみの時間だぜ。おお、危なかった。どけ。間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、造園は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その人にソルジャーか。ああ、いや違う、思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。お、なんだこれは。なんだこれは。そう、どうなってる。クラウド。バレット、分かったよ、下がってろ。なんなんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。
レッド13、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？